ドンハック以外、あ、ブリスも知ってるわ。でもそれ以来知らないわ。イエティは。でもイエティ4位なんでしょ。まあまあ強いんじゃない。ミラー構成だけど、このミラーはまあまあ結構おもろいからいい。様子を呈していくでしょうか。その手は見てまいりましょう。よろしく。対ワックのシーティングディザイナー。お願いします。ファースト。舞台はイリオス。おお、展開早いな。仕掛けるの早くね、なんか。お互い動き方似てますね。まずは2階にバブルを張って。さあどちらが先にこの制空権を得られるかというところで、ポイントに干渉していくのはやティー側か。そうですね。フィンは3試合目らしい。さあお互い全く同じ構図アウチ、ね、やってることは完全になんでウィンソン寝かせてんのに勝っちゃうんだよ。ブラッこれヒーさんが、うわヒーさんが、さあ重ねてのツーピック、ヒーさんが偉い。お前マジかよ、それも当てんのかよ。ヒーさんが制空権を支配します。まあ、少し2階に軽くプレッシャー与えてっていうエリアが徐々に広げる動きをしてたんですけども、うん、はい、それに対してワックは一気に2階に、はい、リソース使って攻め切ったっていう形ですね。素晴らしい判断でした。さあここからはヤティの取り返しというウェーブ。さあかなり早いタイミングでリップのアルティメットが上がったと。まずはパルス当たんないけど、ここからはさらにヤマブストを準備に回してのワックの守り。どうなってるどうなってるどうなってる、何みんなのつけた。どうかナノブリ。さあまずはヒーさんのワンピックを。ナノブリ弱くね。ナノブーストを回して、さらにラリーを取れて、イエティとしてはブリスにリソースを割いての取り返しではありますが、耐えてるけどウルト2個使っちゃった。まあ、最初に勝ち切った分のプライマルレイジ差があって、ドンハックの方が先に落とされてますね。さあしかしここはバイパーのワッキルからのパルススタック、トレサキャリーか。イエティとしても取り返す3段が。うわー、取り返す重ねての3キル目。さあであれば話は変わってくるかというところで、いやてかこのブリスめちゃくちゃウルト早くね。チョロンだってまだ9割でもう 30% 溜まってるよ。この構成で特に言いかけるのがパルススタックした後、まあ、サポートがね基礎になってしまったら。ちなみにジュンビンこの前さ、マジですげえおもろい煽りしてたわ、試合中に。おもれっていうかもう超失礼。プッシュのさ、リスのところで、あれなんか自殺してない一人。さあここは少しジャンビン、ジュンビンの、ね、なんだっけ、リス前でエモートしてた、リスの門まで行ってエモートして死んでた。さあドンハック、ここはプライマルレージを切って、やっぱウィンストン上手いし、逃げるのもなんか今まで上手かったのにってなっちゃうよな。一旦立て直し。さあこれおそらく周のナノブーストを貯めてから攻め直すでしょうですね。残りパーセンテージ 5% というところでどこに回していくか、はい、これブリにつけるのかな、誰も見なくね。このバルスがうまく刺さった。ビンが、あ、ビンが、ビンが、これであれば取り返しは良いか。しかしあ、スリープが素材がいい感じに入ってしまったので完璧じゃん。もうナノウィンストン意味ないって寝ちゃったらよ、はい、アルティメットを使わせるという意味ではいい。うまいなマジで。これはもうほとんどがリーガーだね。概要的にはもうワックの圧勝だと思う、正直。今1位だもん、このワックっていうチーム。さあ、ナノエコーからワックの熾烈な攻めが始まります。そしてプライマルレジを切ったドンハックに対してはかなりいいスリープタスが入りました。やっぱスリープ毎回刺さってんな。うわ、準備あとウルト超えだったのに。さあ、準備を溶かし切って、イエティとしては取り返しの3段は十分かというところ、オーバータイム。パルソン？パルソン？さあ、チョロンとしてもラリーでしのいでしのいで。おいパルスボーン、うますぎる。このバイパーって人めっちゃうまいね。前のトレーサー本当にすごい素晴らしい活躍を見せています。さあここから一気に準備がだいぶ。さあただこれ一方的にプライマルレージがあるのでバック側が優勢ですね。さあここはプライマルレージを抜いた、ね、さあエリアから追い出すように。これワンチャンあるんじゃない。このターン取りそうじゃん。クソいいビン入ったばかりですが、ここはナイフがコピーを抜いてキルをもぎ取っています。うわー、うまい。お前が入った、これチョロンが苦しい。これユーティー一本取りそうやん。触れるか、触っていますね。おれれれれれ。さあポイントオーバータイムとすね。おれれれれ。これを取り切った方がおそらくは勝ち切れるかというところ、かなりユーティーが有利です。さあここは人数が準備が死んじゃったのがダメだったね。これはもうどうなるかわからない。波乱の展開、グループステージ全勝通過のワックに対してまずは先んじるのはユーティーです。ここはエコー弱い読みなんだ、イエティは。ソジャンの方がよくね。ここエコー強くないでも、なんか、いろいろ遮蔽物があって、飛びやすいイメージある。広げようっていう狙いですね。
ちょ、ルシー、あのワックが、ワックが激しい攻勢の中、チョロン落とし切ってのファースト、最強のワックがなんか、ここでもイエティが譲らない展開です。まあでもイエティの攻勢、穴ぶりは一回耐えたら最強なんよ。でも最初のこれをしのいだら強い、ほらしのいだら絶対勝つんだけど、しのげないことが多い、てか、まあ、ルシオキリコがうまくやればしのげないって感じです。うわうまっ、阻害も入りましたね。惜しい、2枚ヒットから一気に溶かしきっていったのはアイロニー。これブリスのアルティメットのビルドが半端な速いので、速すぎますね。ドマックスダメージも出しつつ、え、このブリスやばいね。なんでブリギッテが一番ウルト速いの。あーもうまた寝ちゃった。飛び込んだ先にはスリピタッツ。いや、やはりこのアイロニーのダーツの精度が高い。やばいって。いや、ブリスもうガリ上がってる。上がってますね。2面目で上がるアルティメットではないんですけどね。ラリーって一番遅いイメージあるけど、サポートのウルトラの中で。さあ、キーさんとシューのアルティメットがアップしているという状況で、どう取り返しますか。まずはジュンビンがワンキルも取っていった。シューが。さあ、ここはナノレイジドンハック。ジュンビンウルトラ。最強のドンハックが爆誕しています。おお、ウィンストンの。おお。さ、有利状況ではあったんですが、すべてを崩してきました。ヒーさん運まで。もしかしここはヒーさんがコピーからのパルスタック。コピーパルス、またトレーサー。バイパーもやばいな、おい、マジで。これのバイパー、おい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 、やばいって。トレーサーにつけましたね、パルス。やばいって。トレーサーにつけ、イエティここで追い返しの、え、ポイント大丈夫。みんな精度の高さを発揮しています。ポイント大丈夫。このバイパーをどうにかしなければワックに勝機はありません。いや、これバイパーとブリスてか全員やばいね。さあ、これはまさか特にバイパーがやばいんよ、この人。バイパーここでもワンキル。ベノムっていう人なら本当に NA を荒らした最強のトレーサーなんだよね。さあ、これはナキッズに8。さあ、準備もたまらずプライマルに入った。うまい、プライマルうますぎる。しかしここに対してはスリープタッツ、さすがにこれはそうじゃない。いや、準備落ちたらまずいぞ。さあ、アイロニーの完璧なサポート重ねて、ここはバイパーがキルをもぎ取っていく。さあ、イエティ劇場、バイパー劇場の開幕だ。何とか、しかしここはヒーさんダブルキル。しかしここでもバイパーが立ちはだかる。ポイントをなんとか抑えています。でもね、ウルト1個打たせた。次ラリーとナノが上がる。いや、リップはトレーサー世界全一の可能性のある男だよ、普通に最強だよ。いや、俊敏のプライマルレージで救いましたね。オーバークロックのナイフをしっかりと抑えて、本当に苦しい状況ではありましたが、なんとか取り返しに成功しています、ワック。ビンを当てて、お互いヒールして、インゲージに使って、インゲージビートクソ弱えよ、この構成相手。ほら、クソ弱いんだよ、インゲージビート。ワックでも使っちゃうんだよ、このクソ弱ビートをよ。高所からの一気の高火力、押し通していきます。まずはバイパーのワンピック、重ねて阻害ビンが準備に入って、ヒーさんが、ウルトたまる、ウルトたまる、ヒーさん。たまった。いや、これ、熱いよ。全然ある、全然ある。ポイント取ってイエティだぞ。ですね。あ、でもバイパーがいいんだよね。バイパーやばい、バイパーやばいって今。リップが1本取り返して、まあ、人数上リップがダブル。いや、リップなんだよね。やっぱリップなの。どっち、ワンビーワン、ワンビーワン。うわー、ドーラックのプライマルレイジがうまい。マジで、重ねてナイフ。おい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 、マジで言ってるこれ。ワック、あー、ジュンビンが、あ、ジュンビンがダメージラインが落ちてるので厳しいのはワックですね。イエティが間に合いましたね、リグリップ。ここマジでタイミングでのマジでバイパー最強やん。 91% ですよ皆さん。この5万ポイントがどんぐらいになるんだ。やば、53万ポイント、約10倍。やば、タコプリジョンによって。さあ、お互いにさワープを通して、はいはいはい、キャスディだよ、キャスディ、リップキャスディ見せて、トレーサーキャスディに対してイエティがトレーサースポション。サポートのワンピックっていうのを生み出しやすいのが、ソジョンを、まあ、採用しているイエティの構成ですね。そうかな、キャスディの方がなんか今は強い気がする。最初の当たり合いというところで、ジュンビンが溶けた。ここはナイフが軽やかに、バックラインが強いんじゃ、ね、イエティは、ね、はい、こっちの穴ぶりなめんなよ、うんこやろ。ここでもイエティが先んじる展開。ジュンビン緊張中。コントロールの戦い方を見るに、結構ドンハック、まあ、イエティは後飛び、相手のジャンプに対して追いかぶさるような、まあ、後飛びでジャンプする結構シーン多く見受けられますね。はいはいはい、はい、ちょっとね、まあ迎え撃つという、はい、フィンは次の試合だよ。フィンはこの試合じゃない。
さあしかしここはまだがっぷり4つといったところでしょうか。お互いに4つ入ってるぞ。おおマジ準備2です。100ダメージぐらいしか出してねえぞあのウィンストン。いやこれウィンストンが穴だってなってる。結構準備を苦しめてますね。苦しめてますね、はい、こいつをボコれば勝てるって今なってるよ。パフォーマンスを発揮している。オーバーオチあるあるだけど精神的に追い詰めたやつを一生狙うのは本当にいい作戦。これ準備緊張中です。さあここまではイエティペース。さあこの高台の奪い合いというのが大きな外した。準備準備緊張中だこれ絶対。さあお互いミンストンが外しちゃったよ。しかもパイパーがパールスタックが決まった。ただリップも返してる。ただしかしどうでしょうか。準備に阻害が入ってからの入る入るも来たでもリップとしても7ブーストをもらってからのデッドアイ切り返してはいきます。しかしイエティの勢いはまだまだ止まらない。そうですね、はい、うまくいなしてますね。さあナノデッドアイが少し不発に終わったというところで、まあ、耐えるためのバックとしても、まあ、デッドアイを打つ必要なかったと思う。さあアルティメット有利はイエティ側ですね。オーバークロックと、ラリーを非常に大きなアルティメットを2つ内容しています。たまらずここはチョロンのラリーから始まります。バックの取り返し、ここに対してはオーバークロックで対応。うわ、なんかロからの打ち下ろし。うわ、なんで降りちゃったの。しかしここを仕留め切っていったのはリップ。おい、オーバークロックの切れ際で重ねてのダブルキル。オーバーオチ星人としての威厳を見せろ。まあ、バイパーがなんとか準備を仕留め切っていきますが、ヒーさん、リップと続いてのバックの攻めが始まっていきます。ああエイムがいい。おっとエイムが良い。この人飛んでる最中に頭にいてんだよ。のリップの綺麗な。でもバイパーがいいんだよ。少しでもねウィンストのバリアが。ヒーさんタイマン負けてんだけど。ヒーさんも最強格だよ。はい、もうカキンカキン頭当てますからね、はい、このレベルになると完全に咎めていきます。お互いウィンストンが本当になんかもう脆い体でもウルト大量にあるよ。バックこれどうするんだろう。ナノウィンもったいない気がする。さあここはドンハックにナノブーストを回してのイエティを取り返しパールスがウルト有利でも先に仕掛けた方が強いって分かってんだよ。スタック率いや 100% なんかじゃないかってぐらいね。そうですよね。俺前置きになっちゃうこれで。バチバチに決まっています。ナイフも強い。絶対俺正直トレーサーの上振れだと思うんだよね。こんなパフォーマンス常に出せるわけない。クリアしていったのはイエティという展開でここは準備にナノブーストを回していきますが、ここでもやっぱスリープダンスかね。毎回のように機能しています。うわウィンストンがウィンストンプライマルレイジ 0.5 秒で HP 消えたけど、この要因はアイドに。そしてこのバイパーのキル。うわうまさ。ただどうだ。うわでもリップ が将軍キルオーバーウォッチ将軍行きました。しかしバイパーが前線では暴れまっている。あぶんな今バリアなかったら死んでた気がする。これはリスペクトということで。これは少し人数かけてるのでイエティ側もリグループ待ちますね。待ちますね。お互い少し睨み合いの状態が続きます。リップとは睨み合いたくないと。終えまして、強すぎだろあいつと。エイムどうなってんよ。この攻め直しになるでしょうか。さあ現状ではイエティペースでことが進んでいる。さあこのエスペランサどう取り返していくか。ほう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 。リップ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 、全部リップなんだよね。もうやばすぎるよこの人。破壊していった。破壊神やん。やっぱオーバーウォッチ星人としての威厳が。リップが剛腕でこじ開けました。さあ重ねて ZY によるゾーニング。うわヒーさんナイスすぎる。それうますぎる。でもナイフがキル返しちゃった。取り返して人数状況5分。どうなんだこれ5部。でもヒースさんじゃなくてリップが生きてんよ。さあ彼が生きてたら何でもありえる。ワックがわずかにいいかというところでここは準備で前脇を上げちゃった。バイパーを落とし切った。いやただこの足上手前を一方的に取れてるのがワックなので、なんかマジでキャツビーの上振れとトレーサーの上振れの戦いな気がする。今間違いなくワックが決定している。さあこの打ち下ろしをどうにかしなければいけないというのがイエティの当面の課題だ。いやまたスリープあった。さあ阻害が入ってからのスリープダーツ。さあプライマルレージをなかなかうまく機能させられない。そうですね、もう起動した頃には HP3 割まで削られてるので。そうなんですね。なんで死んでないんだ。てかプライマルレージ本来の使い方をできてないですね。来た準備もう明らかにこのアイロニーがね、はい、付け狙うかのようにスリープダーツを決めまくっている。そうですね、ナイフもねデッドアイ絶対残してるんですよね。うーエイムやば。さあここはドンハックにナノミスを。うわエイムやばー。リアティの取り返し。そしてバイパーのパウンス。この人今さ
絶対転がるのを見てそっからパルスボム使ってたので、準備はやばいよ、厳しいですね。いや見たことないこんなうまい。ドンハックにより取り返し成功。やば。しかしながらバックはさあドンハックプライムのレージアップある程度無理はできる。さあここはブリスが持ってる。やっぱこのブリも強いんだな。ヒーさんをしばいた。うわここバイパー、いやこれまずい。ここでワイプしたらまずいよ、マジで。入ってからの一気のバック。これマジで。さあこれは2-0じゃね。攻めの攻撃だ。ここでめちゃくちゃとなしで押せるよ。取れましたね。ファイブアルティメット。まずいですよ。やばいぞ。たまりますよこれ次のウェーブも。そうくっつける前提の動きだから。まさか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 があるのか。さあこの次のウェーブ負けてしまうと 100m は絶対に超えますから。超えますね、はい、このマップ力で 100m 超えはひとまずリーサルといったら、ね、うわーマジで全部つけるよお前。これも 100% じゃない冗談的で。なんだこの男は決めすぎている。うわーしかもナノウィンストタイミング上手すぎる。でもなんかさあ重ねてナノブーストプライムのレジを切った。ドンハックが暴れ回って前線を押し上げていく。間もなく 120m。さあ準備にたまらずノーブーストをもらって暴れ回っていく。うわぁデッドワイマジで言ってんの。またしてもスリープデッドワイ。これゴールありますね。これありますね。さあ大変な時間の向かっています。現在134m。 そんなことある。これもう圧倒的やん。間もなくフィニッシュ。ウルトなんもない。次お互いなんもないか。王者ワッケ。いや王者焦ってる。ワック激焦せ中やん。追い詰められている。さあもう時間的にもこれラストファイトですね。いやここで見せるのがリップだよ。ファイトを取り切らなければいけないワックではあります。さあもうこっからは1回の負けも許されませんよ。五条悟るムーブしてくれ。彼が五条悟るだ。あまりにも重くのしかかっているか。エアティとしては無理する必要がない。あなんか他の人がキャリーしてる。ヒーさんとキルが繋がってこのウェーブに関しては取り切っていけるかというところでのポーズ。完成聞こえるのめっちゃおもろい。こことしては本当に苦しい状況。いやもう鬼苦しいよこれ。勝てないよこれ。勝ったら本当に今いる5708人に1人ずつ1円渡す。阻害からワンピックをもぎ取って、はい、そんぐらい無理。目指すゴールは 139.24m。 さあこれまあワックとしてアルティメット溜まってきてるのでこれをねうまく回してはいきたいんですけども。そうですね、一個一個大事に使っていきたいですよね、はい。まあ、ただね使っちゃいけない。それをさせてくれないのがイエティなので。ウルトいっぱいある。さあまずは第一章のワンウェーブ目。これをどう勝ち切っていくか。ワックは絶対無理でしょう。どう運用していくか。でもここでひっくり返すのがリップ様、王子様、リップ様、オーバーウォッチの王子様。アイロニーが狙っているぞ。まずはチョロンのラリー、そしてヒーさんのパルスから始まっていきます。ドンハックにナノブーストを回してイエティとしての展開。ナノブーストとラリーを交換と。お互いに大きな成果は生まれていません。うわさあここどうか。いい阻害が入ってはいますが、まずはリップのデッドワイ。 お互いのデッドワイ。でも準備するのまずいぞ。しか入ってしまった。誰がペロ倒るんだ。スリープからの、はい、デッドワイだと思うんですけども。さあリップ7秒スリープデッドワイ刺さりすぎじゃね。ではいるが準備を失ったわけ。さあ前線を押し、これまずいよ。誰がペロを触るのこっから。いやこれヒーさんが頑張ってカードを触るしかないぞ。そう触るしかないですね。クソ邪魔なウィンソン来た。つかず離れずで。うわでも準備帰ってきた。準備間に合った。プライムのレジ。さあここはキルトレード。おっおっ準備が確実につなげていきたい。ここでもスリープダーツ。さらには阻害が入った。さあ苦しいな準備あるのか。いやただただジョロンがなんとかワンキルを取ってあるのか。さあアイロニーを落とし切っていった。いやなんとかなんとか繋いでいる。さあなんとか形を作ってアルティメット全てを吐き切ってのウェーブ勝ち切り。いやでもここで明確な有利ラリーですね。そうですね。ラリーがやばい。でも範囲リップだから、リップだからありえるんよ別に。ラリーなんて怖くない。リップだから。あー死んじゃった。しかしここでバイパーが出花をくじき散らかす。ワンピック重ねてヒールリゾートがない準備。 T さんが落ちる。うわマジ 2-0。 煽っていく煽っていく。目の前で屈伸と挨拶煽っていく。 2-0マッチポイントを先に迎えたのはなんとなんとイエティだ。誰がこんなことを想像した。ハルト出てんだけどのはイエティですね。いやしかしここはシューのワンピック。まあ、エリアに干渉していったのはイエティといった展開ではありましたが、キルを見出していったのはワック。
ここはまずはバック一旦の防衛成功。いやハルト面白いね。第一はハルト強いと思うけど、第二からは絶望的に弱いと思うよ。さあまずはどうでしょうか。正面から当たっていくのがイエティ側です。でもリップなんよね。ここはリップ軽やかにワンピック。あこれやばそう。パルスボム、あうち、めてのツーピック。リップ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 全部リップでいいよ。もうもういいよリップで。あこれでフルホールドです。これ多分第一で守ると思う。あタンクマックス、まあシグマやるときはマックスなんじゃない。最短ルート変えますね。そうですね、ちょっとパターンを変えて、はい、さあみんなでバーっていって変なところにキャスディシャッターを通していきたい。まずはデッドワイネルゾーニング。そう角度を変えてシャッターがドーハック。マジでどういうこと。えあれかハイドゥーンから逃げてるところシャッター横から打ちかましたってこと。いやこれおそらくこれセットで用意してた手札なんでしょうね。やばいな、ね、IQ5000 ぐらいでしょ今の。いや、こんな引き出しまであるの。いや、ロクブラのマックスさんじゃないよこれは。韓国のオトリーガーのマックス。あれはでもショッキングも全然。おー、ナイフリップに勝った。そうですね、今、頭胴体胴体だったから、ナイフは頭胴体頭だったからね。さらにアイロニー、サウンドバリアも重ねて、ここはイエティ、イケイケ、押せ押せ、どんどんだ。いやこれ死ぬんじゃない？え、知ってるも知らない。うわ、新芽の壁がうざい。うわうわうわ、どういうこと？うわー！アルティメット交換。ちょっと待って、ハルト見て。致命的なキルは生まれていない。ライフ状況苦しいのは。振り切ってた。振り切ってた。取り残された。あーバディストが。あーもうハルトハンマー振ってるだけ。もうハンマー振ってたら勝てんじゃないこいつ。やば。相当上手いですよ。相当上手いですね。あれでも。でも集団戦が長引いてマックスがどん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 耐えてる間、リップとヒーさんが無双できるんだよね。あでも源氏になったよ。なんかめちゃくちゃ NA みたいなことしてくるな。この打ち下ろしに対してのちょっとプレッシャーという部分ですよね。スキル吐かせて次シャッター狙うよ。エレベーターの上がり下がり、はい、上り下りというところではございますが、2階です。あーおっしゃったー。さあこれはマックスにフォーカス。あでもヒーさんがパルス、うまい、立て直してるね。パルスタック。イエティ。やばいんじゃないのこっから、ね、負けちゃうんじゃないの。この地形ではラインハルト厳しいかというところで、アウトシャッターを吐き切った後のウィンストンチェンジ。マッドイ。さあただこれナノブーストあるので。いやただこれリップ。リップがフィジカルで持っていった。2-0 でも負けないここの志よ。この試合に関してはこのリップが明らかに燃えている。でも、さあしかしアイロニーキルを繋げてからのナノブーストドンハックに回す。ナノウィン。さあこのドンハックがどこまで荒らしていけるか。荒らせなさそう。ブリスラリーというなんかバイパーが輝いていない。ラリーを切って殴れ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 。あでもなんか明らかにイエティです。なんでキャスディがそこでウィドウを倒すんだ。しましたね。ゲンジ弱くない？ちょっと待って、ゲンジ弱いと思います僕。ブリ、バティ、キャスディ、トレーサーっていうゲンジあんま対面したくないやつしかいねえぞ。あでもなんかなんで俺がさゴミとか言ったさ次のターン絶対活躍するのこのバイパーって男はよ。トリプルキル、なん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 これ、聞いてる。あこれぐらいやばい。3人2人でしょうか。勝ち切っていかなければいけないイエティ。ただ一旦これ阻害で、でも時間がウィドウも死ぬ。これこれはまずまずの成果といったところです。いやウィドウ死なない。ゲンジ、ゲンジ、ゲンジ、シグマに対しては強いよ、ゲンジ。うまーい。阻害も放り込んでのワンキル。アウチ。あー、ウィドウが。いやもう全部さ、綺麗にいくやん。重ねまして。あぶんな。ウィドウ変えるから。いけるでしょうか。残り 0.94 メーター。マジでなんか乗ってんなイエティ。今のゲンジのウルトはそうだね、あのシグマ狙うのは結構ありだよ。敵にシグマがいるときは俺も結構シグマをよく狙う。さあマックスがこれ若干クイーン出した岩がないシグマとかかも。さらにそれを見てシグマに変えましたね。なるほど、ここはもうオーバーウォッチ名物のヒーローピックじゃんけん。
でもラリーあるし窓どう、いやそれちょっとうんち窓か、いやいやめっちゃいい窓だそれ。カードを切っていくか、まずはブリスのラリーから始まります。ワックもアルティメット、うわー窓のファンディングいった。今3発ぐらいしか当たってないけどもう HP 吹き飛んだやん。うわまたラッシュにする。ここでシグマをぶん殴ると構成にした。さあこれアルティメットがないエティは、ここでラマットラに、ここ上にいるシグマ、シグマを見てラマットラに変えていきます。あ無視無視しちゃうよん。さあいよいよでもなんか痛いここから全て勝ち切っていきたい。あうまずはリッペデッドアイからのピック、リッペキルが繋がっていくのは、いや面白い試みだったけど第2が長すぎたね。てか第1も長かったし、これはワックお見事な防衛です。まあバイパーは正直トレーサーやってほしい。エアティはウィンストン構成、対するワックもうトレーサーアンチ構成なんだよね。プリバティキャスディトレーサーで見てからの後出しでジャンカークイーンで、まあ、ーーやっぱジャンカー出るんだね。俺のジャンカーが下手くそなだけ。シューがここはシュー、ボムついたのかな。シファスキル、バイパーを仕留め切ってまずはワックが主導権を握っていく。あでもグレがいい感じ。さあここはフロントラインとバック珍しいね。あでもマックあれか、バティストなのは本当にこのトレーサーが嫌なんだと思う。穴じゃなくて、あ死んだ。さあサイドからプレッシャーかけていくナイフ、うまいかも。さあうまいかも。ぶつかり合いというところで一生耐えてる。でキャリーが帰ってくるのを待てば、ここはヒルトレードが生まれています。キャリーが帰ってくるのを待てばいいんだよ。粘りましたね。はい粘りましたが、あここからあでも死んだキャリーが。さあイエティフロントラインが少し崩れている状況。リロード攻めの後期と判断するでしょう。なの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 、その上がって使ったぞ。使いましたね。ここは耐えていくという判断です。ドンハックになる。お互い窓でもポイントは有利だね。どうしてもアンプリフィケーションマトリックスを切って引っ張られた。どうでしょう、ここはドンハック誘い込んでのマックスのギザギザブレード。バイパーが変になんかアグレッシブすぎる気がする。今いつも通りのプレーすればいいのに、なんかすごいこわばってる気がする。そのためか、なんかファーストです、めっちゃ多い。さあここからはこの高台の奪い合いという、アウチ、そういったセカンドを迎えています。そのプライマルどう。これマックスのランページ返すでありませんから。あ、引っ張られた。さあ激しいやったり、チョロンに阻害が入ってウィンストンも飛び込んでいきましょう。あ、ぶな、今 HP50 とかだったよな。ここさあ重ねてイエティも、どっちだ、何が起きてる、殴り合いだ。ぶつかり合い、ナイフはオーバークロック、うわー死んだ。さあ阻害が入ったマックスにフォーカスが入って、うんま、オーバークロックのワンキル、そしてツーキル目。こんなんディレイキルよ。さらにスリーキル目と。完璧ですね。でこのバティストも遅れてキルすると。まあでもナノウィンソンしてもハイヌーンがある。これ見たんですけども。でもスリープがないんだよね。さっきワックが負けてた理由がこのナノ。おお。さあここはバルススタック。さあこの試合に関してはもうセカンドで咎めていくという展開。ここでまあ止まる展開もね、十分に戻ったからね。このマップは正直ひとまずはこのパルススタックによってワックに行くと思う。イニシアチブを握っていきました。さあ非常に危険な男、バイパーのパルスも上がったというところでイエティ死んじゃんじゃねえ。ウィンソン、うわ、ナノつけとけばよかった、大公開。いやここで止めなきゃもうジジイ正直。仕留めていきます。でも時間稼ぎはしている。ここ苦しいのはイエティですね。でバイパーにパルスボムがある。このパルスボム辛そうですね。誰に当てる、当てられるのか。うわヒーさん死んじゃった。アッシュ来た、俺の大好きなアッシュ。うんちょ、さあ少しライフ状況苦しい。ナイフナノウィン、しかし最強の男シューがいんのか。シューは何回も何回もクラッチしている最強の男なんだよね。1ミリを耐えれるか。耐えられない。マックスが落とし切っていった。重ねてリップ、チョロン、リップ。マジで。これは一気なフィニッシュもあり得る。ジジイで。いや今ナノウィンストンの出し方がうまかったですね。チョロンのリップに関して。やっぱウィンストンはバティブリに刺さんないというか、クソ大変。ランページの阻害で。何もキルできん。一生ヒルされる。だから結構 DPS 頼み、アナの阻害頼みなんだよね。ここまでは完全なバックペース。イエティとしてはこの残り4分弱を守りきらなければいけません。ナイフが死んじゃった。シューが強いんじゃ。もうこんなんペイロードに来るやつ全員デッドアイでゾーニングです。さあこれ触らなきゃいけないか。触れないんですよ。なぜならデッドアイがあるから。俺は早いぞ。ワック、こっから追い返せるのか。
どうなんだ